ということで第9週やっていきましょう。そう、すべての謎が解けるはず。雨の便箋の手紙、決心は1月11日。年が明けましたね。マックス君は元気にしていますか？高校生活も残り少しですね。私の高校生活は辛い日もあったけど楽しい日もありました。当たり前ですね。いよいよ受験です。お互い頑張りましょう。マックス君と知り合えてよかった。離れていてもすごく近くに感じました。人と人の距離って実際の長さじゃないのかもしれませんね。今年もよろしくお願いします。海のあや。あれ、声変わってね、ボイス変わってね、ボイスが変わってる。俺はどういう返事を。手紙ありがとう。俺はいつでも元気だ。それだけといいです。高校生活あってなったか。あと3年くらいやりたい気分です。それずっと思うよ。30過ぎてもあと3年くらいやりたいってずっと思うよ。いよいよ受験、これもかず。あ、短いな。うん、 PS はないんだ、うん、お互い友人以上に思っていたんだな。お客さん、起きとられますか？へえ、おはよう。はるかさんが小包を持って帰ってくる。荷物が届きましたよ。何ゾーンからだ、これ。すいません。荷物を受け取る。では布団を片付けさせてもらいます。あれ、あの女の子、いつもの子じゃなくて、そう、ともこちゃんじゃないんだね。彼女はお休みです。そうだよね、ずっと来てたもんね。労働基準法に違反しちゃう。あー、雑誌はなんか、そうか、ケーキ作りなんか、そういえば注文してたな。これに俺の文通相手が載ってるはずだ。街で見かけた可愛い子のコーナー、10月号見で文通相手や資料しか載ってない。ああ、12月号見で。これにも載ってない。あれ、3冊注文したら2冊しかない。あれ、手紙が入ってる。ああ、なるほどね。あら、在庫がないのか。もったいねえな。もったいないじゃないか、残念だ。それって松江の子が通帳って話題になった雑誌ね。この辺りでたくさん売れたはずよ。中古誰か持ってんじゃないのね。ティーンズクイーン、そうね。15年前でしょ、多分。おらんと思うわ。もう少し若い世代ね。ともこちゃんならもうちょっとかもしれんけど。そうね、タイミング悪いな。ちょっと家教えて。11月号。私はもうちょらんけど、近所の古本屋にあるかもしれんよ。古本屋か。それではお気をつけて。ちゅうことで、じゃあちょっとお気をつけてということでちょっと行きましょうかね。本屋でいいっていうことは、本屋ってことはやっぱりあそこ、あそこっちは商店街ってことでいいのかな。あれ、ここじゃなかったか、考えよう。あ、松駅か。しまった、松駅だったな。さあ、松江駅のとこへ行きましょうかね。じゃあ松江駅、これか、この辺にあるってことか。辺りを見渡す古本屋が、ああ、はいはいはい、ここにあればいいけどね。店頭にも本が並んでる。俺は雑誌を探している。とりあえず聞いてみるか。あ、いない、そういうこと。調べる。なんかめっちゃ積み重なってるけど、ありそうだけどな。ただこっから探すのは相当。ああ、ないんだ。はいはい、老婆なんですかね。老婆っちゅう老婆じゃないな。聞いてみるか、とりあえず。古い雑誌。すいません、古い雑誌を探してるんですけども。はいはい、今日は晴れちょますよ。そんな感じの人じゃない気がする。違う、
そうですと雑誌がないかっていう話でございますけど。はいはい、だんだん芥川龍太全集ですね。話を聞け。いや、夏目漱石全集ですか。夏目漱石、そうだな。さよなら、すいません。スーケのホールホエはなかったんだ結局ね。ひとまず腹ごしらえ、そうだ、まあいつものとこ行きましょうか。そう、これでもリーチかかったから、これ多分全部だからあれだよね、もうね、相撲足腰が揃うんじゃないか。どこだ、どこだった、よし。亀田に来た。この店が一番落ち着くんだよな。三平くんがやってくる。いらっしゃい。さ、スタンプラリーの台紙を見る。残りをあだな、そう、あは何なんだろうな、これ。あやさんとかね、怖えよ。さ、何があった、暗記もか。あ、暗記もだけ。酒のつまみに最高でやすよ。さあ、だけど、そうね、あんこうのあじゃな、あ、違うんだ。なんだっけ、赤貝の作り、もう少しがっつり。赤貝だとスタンプも、はあ、じゃあ照り焼きで。ワカサギのことでやすよ。ワカサギ、この辺りじゃ味のいいサギって意味で、甘サギって呼んでやす。なるほどね。美味しそうだよし、甘サギの照り焼き定食もらおう。へい、甘サギの照り焼き定食を一丁。よし、これで揃ったな。三平君は伊勢の彦で厨房へ行く。この事件がそうだね、もっと島にいたくなるな。そうね、旅ってそういうもんだか。でもね、いただきます。さあ、じっくり味わう。ほんとね、甘酒の照り焼きを食べる。丸々と太った甘サギの照り焼きに甘じょっぱいタレが染み込んでいて美味しい。これは癖になる味だな。なんでだから、これフルボイスなんだろうな。元吉さんが厨房から出てきた。うまいな。今日もずっと半額だ、ね、半額でいいで。半額について、どうしていつも、そうだね、お告げだ。お告げ、夢にご先祖様が現れて、文の帝のことを聞きに来た客を半額にしろと言ったんだ。ほう、そういうお告げがあるんですね。ありがとう、本当だね。スタンプラリーの台紙は、相撲足腰の、そう、これで完成だ。新事故バッジを新呈しよう。新事故バッジ、はあ、1999年モデルのプレミア付きだで。ほう、これにそんな価値があるのか。よし、さあ店を出よう。夕方5時までどう時間を潰すんだこれ。しかし、あー、古本屋か、やっぱそこ行くんだね。もう一回探すんだ。あったあった。見つかればいいけどね。聞く、こっから移動ってできんのかな。こっから調べる。でもな、お、あら、これはもしかしてあのじいさんの小雲堂。店の中に入ってみる。古そうな店で来て、雰囲気そうだね。奥から小雲に、そうだね、やっぱそうだよ、ね、あれ、今わしは機嫌が悪いんじゃ、帰ってごせ。都合がいいな。そうなら、わしの機嫌を問うだな。なんかあったな、そうそうそう、あのアイテム。そうそう、これこれ。そうだ、大林朝日、古い名前で店にいますが、じじにプレゼントするよ。ずっと欲しかったレコードじゃよ。かわいいな。懐かしの、大林朝日、感謝感激、雨あられじゃ。かわいいな、よかったな。若者、なかなか優しいな。好きなだけ店の中を見たわ。なんで機嫌悪かったんだろうな、そもそも。さーて、探すか。聞いた方が早いんじゃないかな。
この店古い雑誌置いてないのか。もちろん、あーで、ちゃんと探せ。なんか左上が気になるんだよな。なんじゃ、店を閉めてもいいんじゃぞ。なんか左上が気になる。そう、これ。これじゃない。これじゃない、ほら、15年前のティーンズクイーン11月号。高くね1、10、100、1000万、10万、100、1000万、10万、100、1000万。ほう、値段を見ると1000万と書いてある。1000万。その本はわしの宝物じゃ。簡単には売れないんじゃよ。にしてもだろ。なんとかしてくれよ。そうじゃな。どれだけこの雑誌が欲しいか語ってみ。そぎゃんこの雑誌が欲しいだてて、お前さんはいいやつじゃの。じゃろ、感動したで。あざす。こうを譲っちゃろ。あざす。よっしゃ、これはでかいぞ。どうしてこの本が確かに。ここにある本はすべてわしの宝物じゃ。にしてもだね。ちゅうことで、じゃあ考えよう。一度部屋に戻ってくる。オッケーオッケー。じゃあまた旅館に戻りますかね。松江村に帰ってきた。これに探してる彼女が乗っているはずだ。街で見かけた可愛い子のコーナーに、京店商店街を背景に松江大場高校の制服の少女の写真が載っている。京店商店街で撮られた彼女、そう、俺の文通相手はおそらく彼女だ。じっと彼女の写真を見る。マックス流のやり方であいつらが新卒を相談した。お、もう夕方か。夕日に染まった。また読み方忘れた。もうほんと物忘れが激しい。さ、揃いましたね。ここでちょっと一旦切ろうかな。ちょっともうこっから一気に終わり、もしかしたら最終回かな、終わる気がするんで一旦ちょっと切りましょう。すいません、いいとこで。さよなら。